ゲストコーナーです。工学館大学教授の新田仁先生です。今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、韓国でも反日批判が非常に高まっておりますけれども、うん、まさしくその言論の自由がなかなかない、そういった、まあ、お国柄で、先生は韓国のメディアに出たわけですよね、はい、でちょっとこちらの雑誌をご紹介させていただきますけれども、お、はい、韓国の雑誌ですね、どんな雑誌読めませんけれどもね、あのこれはですね、はい、韓国には、まあ、四大紙って言われるような新聞があるんですけども、はい、その新聞の一つに、まあ、中央日報っていうのがありまして、うん、その中央日報が出してる月刊誌だいたいそうですね、なんか15万部くらい出てるっていう感じですけどね、はい、話を聞きました。こんなデカデカと扱われてね、すごいですね。これはいつ頃出たんですか？出たのは、先月の末だと思いますけども、インタビュー受けたのは3月12日でしたね、はい、インタビュー記事なんですね、そうです、はい、うん、主にどういったことをあのこのインタビュー受けて語られたんですか？もともとはですね、はい、日本の保守派の、はい、あ、まあ、意見を正確に伝えるという企画だったらしいんですけども、それでまあ、うん、結局歴史問題教科書に出てくる従軍慰安婦とか強制連行とか、あるいはその靖国神社とかですね、竹島問題も話しました。うん、もうこのインタビューを受けた日がちょうど日本の、あの島根県の竹島条例の日と重なって、制定の日じゃなかったんですけども、総務会ですかね、はい、を通って、まあ、制定が間違いないというふうに報道された日と、それから作る会の歴史教科書、教科書のですね、白表紙本があの暴露された次の日だったんですね、うん、で一斉に韓国の新聞が報じた日だったんですよ、うん、じゃあすごいタイミングですね。すごいタイミングですね、だからこれ以上後だったら日本の主張を乗せるってこと自身がもしかしたら不可能になってたかもしれない、そういう時期でしたね、なるほど。例えばですね、今まで、まあ、あの作る会、新しい歴史教科書を作る会で韓国側から取材を受けたことがあると思うんですけれども、そういった場合に、まあ、こちらが発言したことはちゃんと韓国側に伝わったんでしょうか、紹介されたんでしょうか？どうもそうじゃなかったみたいですね。作る会の他の理事さんたちはですね、まあ、あの誠実に対応したみたいなんですけども、実際にはあの韓国語の分かる人に聞いてみると、曲げて伝えられていたりとかですね、そういうことが多くて、ですから作る会の理事の間ではもうその韓国のメディアに出ることはもうやめようという話になってたんですね。で、今までは大体テレビとか新聞が多かったもんですから、こちらでチェックすることも不可能で、もう取られたらそれでおしまいという感じだったんですね。今回雑誌に出まして、その新田さんの、おっしゃったことはちゃんと書かれたんでしょうか？紹介してくださった先生が、はい、あのこの話をもともと持ってきた先生がですね、私の信頼できる韓国人の知識人だったということと、それからあの事前にですね、ゲラをチェックさせてくれるという約束を取れたので、じゃあ今回やってみようということだったんですね、だからよく後から考えてみたらですね、私ゲラチェックするって言ってもあの韓国語読めないんですよね、はい、でそれに気がつきまして急遽あの西岡勉さんにお願いして読んでいただいたら、はい、まあ、かなり正確に、書いてやろうと、しかもその今までこれだけ長いものがですね、きちっと伝えられたことはないので、これはそのまま載せるべきだっていうアドバイスだったものですから OK したっていうことなんですね、はい、あ、そうですか、相当反響もあったんじゃないですか？まだちょっと具体的には聞いてないんですけども、はい、あのホームページかなんかのですね、はい、2000人くらいからなんか2000人、それはすごいですね、あのどういう反応ですかって言ったら、まあ、怒ってる人とからショック、初めて聞いてショックを受けたっていう人と両方あるっていうことでしたね。だから興味深いな、だからショックを受けた人がいるんだったらやって意味もあったかなと思ってるんですけど、ね、いや大いにありましたよね、それは、で、まあ、その内容に関してなんですけど、なぜショックを受けたのかっていうことですよね。そうですね、主にさ、まあいろいろ論点がありますね。強制連行、従軍慰安婦問題、靖国神社、竹島と、それぞれにですね、どういった回答を出されたんですか？まずですね、その具体的にお話しする前に、はい、あのそういう個々の問題に関しての専門家はもう他にいらっしゃって、私なんかはその方々の読んで勉強したっていう程度なんですが、
そういうことをただ歴史事実をですね突きつけて反論しても聞いてもらえるかなっていうことが、うん、心配だったんですね。ですから向こうの人たちがその聞いてくれるような語り口にするにはどうしたらいいのかなっていうことを少し考えて、実はその来た記者にもですね半分くらい私の方から質問するっていう形でやったんですよ。おでそれでだんだん分かってきたことは向こうにも感情的に、反発が渦巻いていて、それは非常に難しい問題ではあるんですけれども、そうじゃない人たちもかなりいて、この問題をしっかり考えてみようと。ただその人たちにですね正確な情報が与えられてないと。今韓国の中では親日派狩りみたいなことが行われていて、日本のことをちょっとでも弁護してるっていうふうに取られるとですね、それで地位を奪われたりっていうことがあるので、そういう人たちは語れないし、良識派の人たちも耳を傾けるような情報がないっていうのが今の韓国の状況らしいんですね。だからもうこの際韓国の人たちが言うよりも日本人がきちっと伝えられるならその人が出た方がいいということだったんで、じゃあまずやそういう良識派サイレントマジョリティに向かってですね、マジョリティと言えるかどうか分かりませんけど、声なき良識派に向かって喋ってみようっていうのがまず一つだったんですね、はい、からもう一つは実は韓国 その日程支配士官っていうんですか、はい、日本にひどい支配をずっとされたというのも、裏表の違いはあってもですね日本と同じような自虐士官じゃないのかっていうふうに私は思うようになったんですね、うん、で加害被害の違いはあるかもしれないけど、それどういうことかって言いますとですね、日本に抵抗したっていう歴史はあるにしろですね、それをいくら強調したとしても自分たちが日本支配を自分たちの力で打ち破ったわけじゃないんですよね、うん、そこのところを考えていくと結局突き詰めたところ自分たちの先祖というのはだらしない人たちだったんじゃないかっていうことになって、これは日本がいくら謝ってもですねこの傷ついたプライドっていうのは回復しがたいと、うん、いや新田さん今すごく大事なことをおっしゃってくれた。私もかねてねそのこと思ってるんですね。つまりそれは韓国の場合でも中国の場合でも、例えば中国人はね日本軍に3000万殺されたとこういうわけですね。ということはね、60年以上前の中国人はほとんど戦い方を知らなかった、ものすごい弱い軍隊だった、ね、先祖を冒涜してるんですよね。そうなんですね。でそれはもっともね、韓国の場合も同じことでね、そのことに彼らが気がついてくれるとね、歴史は少し動くと思うんだけどね、それを繰り返し言われる言いましょうよ、あなたたちの言ってる歴史観は先祖冒涜してますよ。そうなんですよね、これですね、大事ですねそれね。まあ日本はアメリカと大戦争したわけですけども、うん、アメリカに関してですね、うん、そんなに恨みを持ってないと。そうです。これはまあ占領政策の影響もあるでしょうけれども、うん、戦ったからスッキリしてるところもあるんですよね。いやもう全くそうでね、私はね本当にね戦って敗れた人間と戦わないで屈服した人間のね、うん、歴史観というのは明瞭に違うと思いますね、うん、まあはっきり言えば韓国や中国の場合は本当の意味の戦い方をしないでね妥協したり屈服したというその屈辱感がおそらく100年200年続くんだろうと私思います、うん、日本人は潔く戦ってね、ああいう結果になりましたけども、まあできる限りのことはやったんだというね、で我々もそういう先祖に対してね敬意を表するという、うん、こういうことをやってますもんね。そうですね、はい、ただ口だけじゃなくて、うんうん、いざっていう時には戦える民族なんだっていうことを満足させてくれた先祖っていうものに対して私たちのこう深いところで意識がですね、うんうん、満足されてるので、うん、アメリカとも割と仲良くやれるっていうことがあると思います ね。それから同時に自分たち今だって靖国神社に祀られてる英霊たちによって、その英霊神話によって今守られてるってことってかなりありますもん ね。だから彼らは失礼ですがそういう歴史の解釈が不可能だっていうところにかわいそう、はい、ね、はい、まあ哀れさというか気の毒なところがありますね、うんうん、私としてはむしろですね、だからひどいことをされたのに全然戦えなかった民族っていうような解釈はやっぱり一つの自虐史観で、うん、そうじゃなくて、うん、戦う必要がないくらいの統治だったんじゃないかっていう問題提起の仕方があるんじゃないでしょうか、ね、そうですね、おっしゃる通りです、うん、問題提起をしたら、韓国側の反応はどうだったんですか、記者たちの。
それはですね、っていう感じでしたね。それはそういう見方はしたことがないと。で、向こうの人たちは李商売以後のその反日教育でですね、我々から見るとびっくりするんですけど、日本にこうナショナリズムが高まってきたら、本当にもう一回朝鮮半島を支配しようとしてるんじゃないかって疑っちゃう、不安になっちゃうっていうのは、どうも単なる政治的なパフォーマンスじゃなくて本当に思ってる人たちもいるみたいなんですよ。なるほど。